ワッシャキーは、少々二族インディアンの指導者であり、アメリカ人ケガワワナ漁氏オズボーン・ラッセルの残した、記録では1840年に、初めて登場する名高い戦士である。1851年、ワナ漁氏ジム・ブリッジャーの干渉により、ワッシャキーは、少々二族の一体を率いて第一次、ダラミートリデ条約の協議会に向かった。実質的にこの時からワシャキーが死ぬまで、 アメリカ合衆国政府代表はワシャキーを東部少将に遺族の統領と認めていた。ワシャキーの青年時代について多くのことは知られていないままであるが、いくつかの家系の伝承によれば似たような起源をたどることができる。ワシャキーはフラットヘッド族の父とレミー少将に遺族の母の元に生まれた。この二つの種族はしばしば狩猟や交易を共に行う関係だった。 その領土は、ロッキー山脈のビータールート山脈で分かれていた。レミー族は、アイバホのサーモン川地域、フラットヘッドセイリッシュは、ビタールート渓谷を領地にしていた。ワシャキーの生まれた時の名前はピナクアナであり、ワシャキーと呼ばれるようになる前に他にも名前があった。ワシャキーの青年については、異論がある。 1883年にある宣教師はその少年を1798年と記録し、後にその墓には1804年と刻まれた。ワッシャキーの晩年に16歳の時にジム・ブリッジャーと出会ったと少々に遺族代理人に語った。ブリッジャーが初めて荒野に入っていった時の年齢から換算すると、研究者たちはワッシャキーが1808年から1810年の 間に生まれた可能性があると結論付けたワシャキーがまだ幼い頃にブラックフット族インディアンがフラットヘッド族とレミー族の合同集落を襲った。この時レミー族はモンタナのスリーフォークス近くでバッファローの狩猟に出ていた。ワシャキーの父が殺され母と少なくとも姉妹の一人はアイダホのサーモンガーにいたレミー族のもとに逃げることができた。 この攻撃の混乱の中ではシャキーは行方がわからなくなり負傷した可能性がある。家族の言い伝えによれば、その地域に狩猟に来ていたバンノック族インディアンの一体化、あるいは少々に遺族とバンノック族の合同部隊に見つけられた。ワシャキーはその部隊指導者の養子になっワシャキーが広く呼ばれていた名前は様々に翻訳されてきたが、 明らかに戦闘におけるその技量に関係している。ある説では、バッファローの皮でできた風船を膨らませて乾燥させ、棒に縛り付けたものに石を置くことで、大きな音を出させる工夫をしたことを語っている。ワッシャキーは、この装置を戦場に持って生きての馬を驚かせたので、ザ・ラトルあるいは、ヘチマのラトルというあだ名をもらった。ワッシャキーの別のわけでは、走りながらの射撃となっている。 アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションに収められているワシャキー州長の銅像間ホ東部の馬を所有し、バッファローを狩る少々に遺族と番のク族は、グリーン川、ウィンド川及びスネーク川地域の領有権を主張していたので、その地域で起こった毛川交易の会合にはワシャキーの部隊も明らかに参加していた。ワシャキーは、その晩年に、 彼とジム・ブリッジャーが固い友人となり、実際にブリッジャーは1850年に義理の息子になったと報告した。ブリッジャーは1824年に少々に遺族の地域に入った。ワッシャキーは罠漁師や公益業者からフランス語といくらかの英語を習った。ワッシャキーが罠漁師たちと親密な関係を持っていたことで、アメリカ合衆国の役人たちとも同様な関係に、 発展した。1863年とさらに1868年、ワシャキーはブリッジャー取リデでアメリカ合衆国との条約に署名した。1863年ブリッジャー取リデ条約は、少々に遺族固有の領土を確立し、その境界は、東のウィンド川山脈両線、南はユタのウィンター山脈、北はビタルート山脈の両線まで広がっていた。 西の教会は定義されないままだったが、遠くオレゴンの教会までスネーク川盆地の大半を含むという了解があった。この条約にはワシャキーの部隊以外にも多くの少々ー族やバンロック族の部隊も署名した。1868年ブリッチャー取リデ条約はさらに重要なものになった。これではワイオミングの中西部に置く少々ー族とバンロック族のインディアン代理局を 設置した。さらにその土地は和シャキーと東部少々に遺族の主だったものが選定したところだった。この当初の保留地にはその種族のためにワイオミングのウィンド川地域約300万エーカーが含まれた。1872年の活状によって80万エーカーの土地が削られたが、この警告は今でも東部少々に遺族の本拠となっている。 ワシャキーはインディアンが教育を受けるべきだとも決心し、ウェールズ人牧師ジョン・ロバーツに土地を与えて、寄宿制の学校を設立させ、少々に遺族の少女が伝統的な工芸と言語を習うようにした。ワシャキーはブリガム・ヤングと友人であり、モルモン教徒がしばしばユト族と戦ったことに悲しみを表していた。ヤングの死後、ワシャキーが末日生徒、 イエス・キリスト教会の教徒になったのは、ヤングの死後、1880年になってからだった。ワシャキーは1880年9月25日に、エーモス・アールライトによって、宣令を受けた。この時点で、約300人の他の少少人遺族員も教会に入信した。1883年、米国政公会のジョン・ロバーツが、ウィンドガワ保留地の少少人遺族とアラッパ法族に対する、 牧師となった。ロバーツは、少々人族の監修、心情及び言語を学ぶことでシャキーという子を深め、少々人族の少女が、伝統的な工芸と言語を習う寄宿生の学校を設立する土地を与えられた。和シャキー州長は成功会をその信じる者に選定し、1897年に成功会員として、再度宣令を受けた。シャキーの戦闘における武勇、 平和のための努力及びその種族員の福祉のために尽くしたことで、インディアンの歴史の中でも最も尊敬される指導者の一人となった。1900年にワシャキーが死んだ時、軍装の礼で葬儀が行われたインディアンとしては唯一のものとなった。ワイオミング州、ワシャキー軍はワシャキーにちなんで名付けられた。2000年、ワイオミング州はアメリカ合衆国議会議事堂の国立彫蔵ホール。 コレクションにワシャキーの聖堂像を寄贈した。ワイオミング大学の食堂もワシャキーにちなんで名付けられた。第二次世界大戦中の1942年、全長422フィートのリバティ船がオレゴン州ポートランドで建造され、ワシャキーの栄誉を称えて SS チーフワシャキーと命名された。 1944年から1946年と1953年から1975年に収益したアメリカ海軍の港湾タグボート、アセスはシャキーモはシャキーにちなんで名付けられた。ありがとうございます。